ジュニアニーサで持つおすすめの個別株、日本株が知りたい。ファンドマネージャー歴25年のベテラン、久保田雅之が答えます。ジュニアニーサで日本株に投資とのことですが、個別株はおすすめしません。ジュニアニーサで保有するなら、日経平均や東証株価指数、トピックスに連動することを目指す投資信託や ETF の方が良いと思います。ジュニアニーサにはメリットもありますが、デメリットもある。ジュニアニーサのメリット。お子様が18歳になるまで、上限80万円の非課税投資ができるのがメリットです。0歳のお子様にジュニアニーサ口座を開いて80万円投資すると、18歳になるまで18年間の長期にわたって非課税投資ができるメリットがあります。原則18歳になるまで引き出しができないというルールですが、2024年以降は18歳以下でも引き出しが可能になります。今年0歳のお子様でジュニアニーサをスタートすれば、18歳になるまで非課税投資を続けることもできるし、急にお金が必要になれば2024年以降ならば引き出すこともできるわけです。ジュニアニーサのデメリット、途中で投資銘柄を入れ替えることができないことです。もしジュニアニーサで保有している銘柄をすべて売却してしまうと、それで非課税投資は終わりになります。18歳になるまで長期にわたって非課税投資を続けるためには、最初に買った銘柄をずっとそのまま持ち続けなければなりません。個別株に投資すると個別株固有のリスクを負うことに。もしその銘柄に重大な不祥事が起こって株価が暴落するときには売却すべきです。買い値より2割下がったら原則損切りすべきです。ところがジュニアニーサで投資していると損切りが遅れる可能性があります。個別株ではなく ETF や投資信託がおすすめ。日経平均やトピックスに連動することを目指す投資信託や ETF ならば、損切りは必要ないと思います。日本株全体の平均を買っているわけですから、短期的な上げ下げを気にせず、長期でじっくり投資したら良いのではないでしょうか。それでも、ジュニアニーサで個別株に投資をしたいなら、日本を代表する大型株で予想配当利回りの高い株が良いと思います。あるいは、お父さんが勤めている会社とか、応援したいと思う会社でもいいと思いますよ。久保田雅之。楽天証券インスタグラムでお金&投資の質問を大募集。投資を始める勇気がなかなか出ない人も、わからないことがあればいつでもご相談くださいね。毎週投稿されるストーリーズから気軽に質問してね。